皆様こんにちは。今日は GU で買った購入品を何点かご紹介したいと思います。こちらはワンピースやスカートの下に履けるシンプルなペチコートです。こちらはブラフィールなんですが、リブ素材のものを初めて買ってみました。ベージュなので、着やすいかなと思っています。こちらはシンプルなボーダーの T シャツになります。こちらは先日話題になったアンダーカバーの T シャツです。イラストのダンボが可愛くて買ったんですが、サイズがちょっと L だと大きくて M や S でも良かったかなと思います。こちらのフラワープリントのワンピースはいくつか色があったんですが、結局一番無難な黒にしてみました。夏には着やすいんじゃないかなと思います、ボーダーの T シャツをユニクロのホワイトデニムに合わせてみました。こちらはアンダーカバーの T シャツになります。チュニックということなので、多少ふわっとしていて後ろが長いデザインになっています。オーバーサイズなので、ヘアスタイルをすっきりと後ろにまとめてみました。フラワープリントのワンピースを着てみました。一緒につけているイヤリングもノンウォールの GU のものです。デザイン的にはシンプルなんですけれども、若干ちょっとまあ可愛いデザインかなと思うので、年齢的には少し無理があるかもしれないんですが、普段、仕事の時にサクッと着れればいいなと思っています。今日はここまでとなります。皆様ありがとうございました。